そん時ね何してたかというと私もう映画を見に行ってて私はねカメレオンの映画を見てたんですよあのー、ジョニー・デップが声をやっているランゴっていうカメレオンのね話で、まあ、カメレオンが、まあ、か飼ってたんだよね飼ってたカメレオンペットのカメレオンが、まあ、砂漠地帯みたいなとこでボンって車が事故事故で車が衝撃で荷台の ペットが落ちてそのカメレオンがその砂漠地帯でどう生きてくんだみたいな物語なんだけどもうその砂漠地帯で懸命に生きてるそういう風に進化した何か、まあ、ね、まあ、ぶっちゃけ登場する虫みたいなのみんな気持ち悪いんだけどその気持ち悪いちょっと可愛くはない虫とかも必死に成長しててその砂漠で生きれるように進化を遂げてって,て。 そこの水の大切さみたいなのがあってね、そのランゴっていうんだけど、その主人公のカメレオンが、ランゴがその水を取り戻すぜって言って頑張るっていう映画なんだけどね、そうそう、まあ、ジョニー・デップがやってるから、なんて言うんだろう、もう主人公のカメレオンはジョニー・デップに見えてきちゃって、もうなんか表情とかもジョニー・デップみたいなの、あのカメレオンの、なんかこう、動くんだけど、カメレオンが喋って、動くんだけど、も声がジョニー・デップだと、もう全部の身振り手振りがジョニー・デップに見えてきちゃって。 ランゴイコールジョニーデップみたいなねそんなのをゆるーく見てましたよ映画館で「ダイハード3」が多分やってるであろう時にね私はゆるーいカメレオンに癒されながらあのー、まあかわいかわいいとは言えない見た目のかわいい動物たちかわいく見えてくんだよねみんな旦那んんさこう物語に入り込んでいくとみんなかわいく見えてくるんだけどああそうそうそれでゆるーく癒されながらでもなんかうーん 人間って恐ろしいなとか感じさせられたよそういうなんか自然と人間の共存の仕方とかねそういうのも考えさせられる映画でしたよまあ映画といえばねまあ次に私が見たいのは素敵な金縛りなんだけどね早く公開が来いみたいな三谷幸喜さんの作品ですからねもう予告を見るだけでも見たい見たいだってすごくないアリバイがさ幽霊の 金縛りにあったってことを一生懸命深津絵里さんが。割りし裁判で証明しようとするわけでしょう。超面白そうでしょう。まあ、私は三谷幸喜さんので、マジックアワーが。結構。好きなんですけどね。あとは。今。みゆかめっちゃ悩んでるのが。三重視。これどう思います?。まあ、やっぱりオーランドブルームがさ、かっこいいからさ。 まあ若干誘惑を受けけてるわけですよかっこいいなってでも駅のポスターとかを見ていると、まあ、どう見てもパイレーツ・オブ・カリビアンだろうみたいなでもパイレーツ・オブ・カリビアンの1にかなうのかみたいなあれを超えられるのかあのクオリティみたいなだってジョニー・デップ出ててキーラー・ナイトレイが出ててオーランド・ブルームというこの3つ3拍子揃ったあのメンツであの面白さのクオリティじゃない今回オーラー てしなななみたいいい面白いのかなっていうところでもまあ面白そうじゃないっていうので誘惑とあとランゴと悩んでたのが猿の惑星福田くんがさ見たって言ってめっちゃ面白いって言っててさ嘘をランゴじゃなくてやっぱ猿の惑星だったかなとか悩みつつやっぱもう一回いくかみたいなねでも猿の惑星自体を見たことがない気がして多分見たとしてもすっごいちっちゃい頃だか覚えてなくてどうですかね皆さん猿の惑星見ました どうなんだろうね。猿の知能があれだよね。どん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 進化してアルツハイマーの薬によって進化してっていう話だよね。あとはミッションインポッシブルかな。これはね、まあ見なきゃでしょうみたいな。でっでっででっ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 ででって聞いたらもう、はい見に行きますみたいな。そんな感じですね。